こんにちは、マクシン鉄道チャンネルです。本日の動画は京急品川駅周辺の大工事連続立体交差事業の現在の状況や新たなトラス構造物のこと、品川駅を利用される方にとって2024年9月1日より通路が変更となる点についての動画をお送りいたします。この動画を最後までご覧になっていただけましたら、京急品川駅の連続立体交差事業の驚くべき新設トラス橋のことや、2024年9月1日より JR 中央改札横の高輪口、エレベーター、自動改札機の場所が変更となることが分かりますので、ぜひ最後までご覧になっていただければと思います。このチャンネルでは、神奈川県、東京都を中心に鉄道の情報と動画をお送りしております。もしこの動画をご覧になっていただきまして、よかったらいいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではやってまいりましょう。京急線のホームにやってきました。まず、京急品川駅周辺の連続立体交差事業の概要です。京急品川駅周辺の連続立体交差事業は、東京都が事業主体となり、港区、品川区、京浜急行電鉄とが連携し、京浜急行本線の新馬場駅から泉岳寺駅までの約 1.7km の区間について、道路と鉄道を連続的に立体交差化するものであります。事業工程としては、2021年度から準備工事が始まり、2024年度は、地下掘削工事、地平工事、高架橋工事、軌道工事、電気工事、構造物、撤去工事が同時に進められている段階であります。2階部分の京急品川駅ホームを JR 線と同じ高さに地平化され、現在の位置から130メートル北側に移動して、現在の2面3線から2面4線になり、ホーム延長は約221メートル、ホームの幅は約5メートルから12メートルになる予定です。仮設高台、本設橋梁送り出し高台が八ツ山湖線線路橋の北側に向けて設置されていることが分かります。とても大きな構造物であることが分かります。仮設高台と本設橋梁送り出し高台のさらに上にある構造物は前方仮設トラスであります。三角形の形をしたトラス構造になっていることと、八ツ山湖線線路橋に向かって高さが低くなっていることが分かります。以前の動画ではここまで組み立てが進んでいませんでしたので、本設トラス橋ではないかとお伝えしましたが、正しくは前方仮設トラスでした。この大きな構造物で仮設だとは驚きであります。なぜここにこんなに大きな橋梁の構造物があるかというと、北品川駅の北側にあります八ツ山湖線線路橋、全長約48メートルのトラス橋は今回の事業により撤去され、北側に傾斜がついた全長約 99.5 メートルの新たなトラス橋を架ける計画であり、その新たなトラス橋を仮設高台の上で組み立て送り出す予定だからです。連続立体交差事業の仮設計画の図面を見ると分かりますが、仮設高台の全長が200メートル以上あります。その仮設高台の上で本設トラスの右側に前方仮設トラスの図がありますが、先ほど見ていた構造物がこの仮設トラスになります。全長 99.5 メートルの新たなトラス橋を構築するために、それ以上長い前方仮設トラスと後方仮設トラスを組み立てるとは想像を絶する大工事であります。また前方仮設トラスの一部を送り出し、仮設前に山手線内回り上空に張り出す計画になっています。イメージ図がこちらになります。そしてこのように前方仮設トラスを送り出した後に後方仮設トラスを組み立て追加する計画となっています。山手線、京浜東北線、横須賀線、東海道線、
そして日本の大動脈を支える東海道新幹線の上をまたぐ形で新設していくので、小さなミスも許されない鉄道の安全上のプレッシャーの中で工事を進める必要がありますので、作業されている方々は相当大変な難工事であると思います。作業している方々を見ると、コンテナから部材を出して手作業で何かを組み立てていました。こんなに大きな構造物を作っていくにも手作業が欠かせないということだと思われます。本日の気温を確認すると35度前後になっていますので、暑さとの戦いながらの作業でもあります。送り出し高台の下を見ると何やら色が違う箇所がありました。この場所で高さや位置を調整しながらローラージャッキで送り出していくのでしょうか。これからどのように変わっていくのかが楽しみであります。 JR 線のホームからも撮影してみたいと思います。現在見えているのはここも JR 山手線留置線跡地で、その工事に必要となる仮設高台と本設橋梁送り出し高台設置工事、前方トラス構築工事が着々と進められています。この大きな構造物とタワークレーンを見るだけでも今回の連続立体交差事業の規模の大きさが分かります。人の大きさと構造物の大きさを比べていただくと、この構造物がいかに大きいかが分かると思います。仮設高台の上に本設橋梁の送り出し高台がありますので、山手線のホームの高さからは50メートルぐらい高くなっているでしょうか。相当な高さであります。なぜ送り出し仮設工法になったかというと、2つの制約があるからです。制約1つ目、山手線留置線跡地旧電流線部ヤードではとても土地の幅は狭く狭隘なため、延長約100メートルの橋梁を仮設可能なクレーンの備え付けが困難であるからです。制約2つ目、新設のトラス桁を分割する場合、中間橋脚が JR 線路の間に必要となります。しかし中間橋脚を設置すると鉄道の安全運行上必要な空間に支障が出るからです。このような2つの制約で送り出し仮設工法となりました。 JR 山手線ホームの北側に来て西側を見ています。品川駅の東西自由通路がありますが、現在の京急品川駅は品川駅に乗り入れている各鉄道路線の中で唯一高架化されている関係で、その部分で通路が地上へ迂回する形となっていて、現在その迂回する階段の裏から見ている形となります。そして左側に新たな階段ができていました。実はこの階段が2024年9月1日より使用される階段となります。 JR 中央改札から出て高輪口の様子を見に行きます。 JR 中央改札から出て西側高輪口を見ると、このような張り紙がしてありました。2024年9月1日日曜日より京急線連立事業工事及び品川駅西口改良工事に伴い、 JR 駅高輪口とエレベーター自動改札機の位置を変更しますと記されています。現状は左側で、9月1日からは右側に変更となります。現在の高輪口への階段はこのようになっていますが、9月1日よりこの工事の白い仮囲いがなくなり、高輪口への階段となります。エレベーターも仮囲いの奥になる予定で、現在のエレベーターも使用できなくなりますのでご注意ください。2024年9月1日から高輪口への階段の位置が変更となりますが、まだ最終形態ではなく仮の状態だと思われます。なぜなら今回の京急品川駅の連続立体交差事業は品川駅にとってとても大きな役割を担っていて、東西自由通路も変更になる予定だからです。京急線の品川駅が地平化されると、線路とホームが JR 線の線路と同じ高さになり、京急品川駅も橋上駅舎となります。すると JR 線の橋上駅舎から続くコンコースを高輪口へ延伸し、さらに
国道15号を覆う形でペデストリアンデッキを建設し、品川駅西口広場を作る計画となっています。また品川駅では今後リニア中央新幹線や東京メトロ南北線など新たな鉄道路線が開通する計画となっており、現在のように東西自由通路が地上へ迂回すると今後の開発エリアへの利便性に問題が出ることが予想されましたので、京急品川駅の地平化案に決定したという経緯があります。現在の京急品川駅と JR 線の乗り継ぎのところには大きくこのような印がされております。今後もっと分かりやすいような乗り継ぎになるかと思います。これからどんどん変わっていく品川駅の変化を楽しみながら通勤通学してみるのはいかがでしょうか。さて、いかがだったでしょうか。本日の動画は京急品川駅周辺の大工事連続立体交差事業の驚くべき新設トラス橋のことや、2024年9月1日より JR 中央改札横の高輪口エレベーター自動改札機の場所が変更となることを解説した動画をお伝えさせていただきました。このチャンネルでは神奈川県東京都を中心に鉄道の情報と動画をお送りしております。もしこの動画をご覧になっていただきまして、よかったらいいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またこの京急品川駅の連続立体交差化事業、品川駅周辺の再開発事業については随時動画に収めていきたいと思っておりますので、気になる方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。本日は最後までご覧になっていただきありがとうございました。また次の動画でお会いできればと思います。よろしくお願いいたします。失礼いたします。